まあ後半のことを考えると1000枚プラスで終われればまあまあ大丈夫かなっていうぐらいのとこまでいけるけど、ここらでね一発ね3連ドンとかねミリオン狙いとか来ないかな。はい、多分初めてだと思いますよ、この番組で柏で出てますんで、おおむね800枚のプラスで前半戦フィニッシュと残り2時間舞台を移しましてね、お手差し店の方に来たわけなんですけど、まあ、AKB 朝打ちましてね、非常に思い描いた通りと、もう最初から最後までほぼほぼ 10% に近かったんで、まあ、言うほどの枚数じゃないですけど、まあ良かったと。で舞台を移しましてね、じゃあ何を撮った話なんですけども、彼女の方が緑の朝撮れて、であるならちょっとその後を受けてですね、ちょうど行っときたい節だというのもありますので、もうちょっと後半緑の2万円までって言いつつ1万円、ダメだったら またその時考えようかなと思いますけども、まずは緑丼からやってみようと思います。前半戦ですね、オーバーチュア中にチャチャが入らなければおそらくね、彼女の方にイカバカリカの ART のゲーム数を残した状態で次戦の方終われてたと思うんですけど、新之助だったら多分帽子取ってるよ、多分この野郎って言って、あーってなってるよ、ね、まあ、ちょっと、まあ、そういうことないようにですね、いろいろも上乗せ特化みたいなのありますから、でそれを引かないとあれもダメなんですよ結局。だからちょっといろいろちょっとやってみて、まあ、今日のこの流れでいけば、まあ、今日もう 大負けはなくなったと、部分ちょっと肩の力抜けてますんで、パチンコもパチスロも大体結果出るのってこういう時ですから、ちょっと肩の力抜いてですね、いろいろよし、でお盆最終日ですしね、ちょっと肩の力抜いて楽しみに見ようというぐらいの感じでね、実際に行きます。酒場からスタート？てか、もう630ゲームはまってんだ。さてはだいぶやられたね、彼女。ポンポンってでもそうか、最初にボーナスいたのか。緑丼も一応2回打ちました、まあ、イメージ的にはどうだろう、なんかね一見するとすごい派手な作りの台ですけども、まあそういうタイプの機種にしては ART の、ね、ハードルもそんな高くないし、まあ、遊べるタイプとはまあ言わないですけども、気遅れする機種ではないよね、こう。あ、まあバランスはすごいいいと思う。
おう、チャンス目、当たってはいないよね。お、京森これ 30% ぐらいあったよ確か。ボーナスはないか。あれ当たってる、当たってるっぽい。レギュラー、あ、これ全長いってるねこれ。うん、いけた、多分いった。はい、チャンスをいただきました。何揃えればいいんだっけ、これでいいんだっけ。一応全役で抽選はしてんのかな。ようやくと、あとはまあ弾だ。おっ、ジャグモリ、そうくる。ということは同時に ALT もいただきましたってことで大丈夫ですね。投資6000円。よし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 。あれ今日何度かなるなこれ。ウルトラマンウォーズ、パチスロ化け物語、パチスロペルソナ4ザ・スロット、なでしこ侍導入予定。スロット専門店だからできる豊富なラインナップ、アクセスはご覧の通りです。何を打とうかなと思っていたんですけれども、牛尾さんが打っていた AKB が調子がいいということなので、このままちょっと引き続き、打たせていただきたいなと思います。
それでは行ってみます。ちょうどね今重力シンパシー公演が終わったところなんですけど、まあ、今回スロットになって新たに4曲追加されたということで、そちらの方も、見どころかなというところです。チャンスが頻発してきました。チェケラお、これで全員出陣するといいんだよね、チャンスなんだよね。あと4人。にゃにゃーん、なんでもう、おっと、ジャクモリプラスゾンビック、それからチャンス名 A プラス赤なら強制レグとかね、あと中制レグとか、その辺が今回は一応設定カンパポイントとしてはね、くっついてると。で、要は初代ミドリドンの、バンディゲームが毎ゲーム継続抽選、イメージ的にはそこそこ連チャンする。だいたい30、57はポケモン、100は見たことない。前ゲーム継続抽選なので当然ゲーム数長い方が継続抽選いっぱい受けられる分継続抽選が高くなるんでね。はい、ということで選抜ボーナスですね。いいんじゃない、いいんじゃない、これ卒業しちゃうけどね。お、いいよいいよ。これね、多分選抜総選挙のポスターだよね、これね。これジャンバリアイドル、JB アイドル、JB アイドルも総選挙とかなったらどうしよう。ちょっと耐えられないな、プレッシャーに。風間のことは嫌いになっても、ジャンバリのことは嫌いにならないでください。
わないと。残り25ゲーム。おっと、これ揃うかしら。あれ、いきなり揃わないんだけど。私結構 AKB さん好きでダンスをね覚えたりするんですよ。でよくカラオケとかで踊るんですけど、ポニーテールとジュシュもね踊りますよ。いやすごい、いいよ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 、もっと行こうもっと行こう。これねもうピフらしてる。イエイ、たイエイ、よかった。これで1秒も映らないという事態は回避されました。よかった。あ、でもやるならのんちゃん揃えたかったなって気になっちゃうよね。